レベル製船舶模型を塗装する少年レベルはアメリカの模型メーカーでプラモデル、ダイキャスト製ミニカー等を生産、販売していたが2018年に倒産した。レベルの子会社として設立され、後に独立してレベルをしのぐ規模となったドイツレベルと区別するためアメリカレベルあるいはレベルモノグラムと呼称されることもある。レベルは1943年に ルイス・エイチ・グレイザーにより、カリフォルニア州のベニスで設立された。1950年代初めに、プラモデルの生産を開始し、1950年代後半から1960年代に、メキットを多数生み出して、トップメーカーとしての地位を確立した。同時に、金型の貸し出しや生産指導を行い、業界全体のレベルの底上げにも貢献した。製品の種類は、 航空機、艦船、戦車、自動車、鉄道、SF、フィギュア等後輩にわたったが、中でも航空機のモデルがメインに位置づけられていた。1970年代半ば以降、ベトナムでの敗戦の余波により、主力だった軍用機等のモデルの米国内での売り上げが減少したこと、急速に品質を向上させラインナップを広げていた。 日本やイタリアのメーカーの製品に市場を奪われたことなどにより業績は低迷し、1979年にフランスの玩具メーカーコンパニー・ジェネラーレ・ジュジェイによって買収された。1986年にレベルは同じく老舗の模型メーカーであり、長年ライバル関係にあったモノグラムと共にニューヨークの複合企業、オデッセ・パートナーズによって買収され、 両社は合併して、レベルマイナスモノグラムとなった。新会社は、イリノイ州を拠点とし、レベルのベニス工場は閉鎖され、金型はすべて、イリノイ州の旧モノグラムの工場へ集められた。合併後しばらくは、両社のブランドはそのまま使用されたが、旧モノグラム製品は順次、レベルブランドへ移行され、ほぼ、レベルブランドに統合された。2007年にレベルマイナスモノグラムは、 ホビコインクにより買収され、現社名となった。2010年8月末の時点で、日本の長谷川と提携しており、日本国内では長谷川が、レベルの製品を自社流通で販売している。2012年、ホビコインクは、さらに、ドイツレベルも買収したため、両ブランドは再び同じ企業グループの参加となった。2018年4月、親会社ホビコの倒産によりレベルも破産し、 すべての業務が停止された。レベルの所有していた金型はすべてドイツレベルへ移常され、ドイツレベルの独立以降2つのメーカーで使用されていたレベルのブランドは一つに統合される。初期に開発された航空機のモデルは他のアメリカのメーカーと同様パッケージのサイズに合わせた箱スケールのものであったが、イギリス製の1。 72スケールキットに対抗して1963年に1、72の単発戦闘機シリーズを発売した。それ以降、アメリカのメーカーとしては珍しく1、72スケールを中心とした商品開発を行っている。レベルを代表するもう一つのスケールである1、32のキットは1967年から発売されている。初期に発売されたスピットファイアや BF-109 回は、詳細に再現されたコックピットやエンジン、ネジの頭まで再現された表面モールドでモデラーを驚かせ、高い人気を呼んだ。また、1961年には、可動キットの最高峰であり、飛ぶこと以外何でもできるとまで言われた1、40スケールのスカイレーダーが発売されている。1、48スケールのキットは初期にも若干作られているが、 本格的に作られるのは1970年代後半以降である。1-144スケールでモデル化されているのは旅客機や輸送機などの大型機がほとんどで、戦闘機等の1-144スケールモデルは他メーカーからの OEM 品が一時期発売されたのみである。戦車、軍用車両等のモデルは1950年代に1、 40スケールのキットが10点ほど作られたのみで、以後は新キットはほとんど作られていない。レベル性、ユスシジシタウニーの完成品感染モデルは多数発売されているが、そのほとんどが箱スケールである。1960年代後半から1、720の統一スケールシリーズを開始したが、総数は16点程度にとどまった。 スケールは別にすればできの良いキットが多く、特に1950年代後半に作られた航空母艦シリーズは当時としては非常に完成度が高く、一部は2000年代まで販売が続けられた。自動車モデルは1970年代後半に航空機等の売り上げが低迷して以降の事実上の主力商品であり、1-24と1-25を中心に 多くのキットが発売されている。またダイキャスト製のミニカーも多数作られている。1985年に今井、アリー及び宝からの OEM によるマクロス、オーガス、ダグラムのキットを組み合わせたロボテックシリーズを発売している。1985年には映画、デューン、砂の惑星に登場するメカやモンスター。1998年には、 ジュラシックパークに登場する恐竜などのキットを発売している。また1974年にはオーロラの恐竜シリーズと同様のスタイルでゴリラやコモドドラゴンのような絶滅危惧動物のキットを発売している。レベルは世界的な製品展開を行うためイギリスや西ドイツなどに子会社を設立するとともに世界各国の模型メーカーと提携し現地での生産。 販売を行った。多くの場合、輸入、または現地で成形した部品を現地語で表記した説明書とともに、アメリカ版に順タたパッケージに入れて、販売を行っていたが、ボックスアートやデカールを独自のものに変更したり、独自のキットを開発し、レベルブランドで販売したケースもある。1956年、西ドイツのブーンダに子会社として、ドイツレベルを設立した。 ドイツレベルはレベル製品の現地販売を行っていたが次第に独自色を強め1970年代にアメリカレベルの支配を離れ独自の製品開発を開始したそれらの模型はアメリカへ輸出され高い評価を得て会社の成長を促した2006年9月ドイツレベルはレベルマイナスモノグラムから正式に分離して独立した企業となり売上高では かつての親会社であるアメリカレベルを上回っている。ドイツレベルの独自開発キットは東、ヨーロッパや中国などへ金型製作を外注して生産されており他社から OEM 供給される製品も多い。イタリアや中国、韓国で製造された製品は日本国内では一部の商品が長谷川以外の企業が代理店となって製造元のパッケージで販売されている例も 存在する。ドイツレベルと同時期にイギリスのロンドンにも子会社としてイギリスレベルリーミテッドが設立された。イギリスレベルは本社の企画開発にも参画しており、レベルの1、72スケールの採用は、1、72を標準スケールとしている今や、エアフィックスに対抗する商品を必要としたイギリスレベルの企画によるものである。一 72単発戦闘機シリーズの初期の製品はイギリスレベルの手で作られ、そのため初期のイギリスレベル版キットの一部はボックスアートや風防が可動式など仕様の一部がアメリカや他国で発売されたバージョンと異なっていた。その後もアメリカレベルやドイツレベルとも異なる独自の商品展開を行っていたが、独自に発行していたカタログは1970年代末に ドイツレベルのものと統合され、以降はドイツレベル製品のイギリスでの販売を主に行うようになった。ブラジルでは1980年代までは自国産業保護のためレベルブランドで戦闘機や旅客機、船舶や自動車など多くが生産されていたが、その後はブラジルは、キコ、メキシコではロデラが提携企業となり、現地での生産、販売を行っている。 そのためロデラワキコは、ブラジルレベル、メキシコレベルと呼ばれることもある。パッケージや説明書の表記を現地語に書いただけでなく、バリグブラジル航空やトランスブラジル航空など、現地の航空会社や軍など、独自のデカールをセットした製品も発売している。また、レベル以外に、ロデラはエレール、キコは、エアフィックスの製品の国内販売も行っている。ロデラヤキコは、 1970年代以降、アメリカで絶版となった初期の航空機キットの生産を継続していたため、一時期はある程度の数量の製品が日本にも輸入されていた。1950年代末から1960年代前半にかけてはマルサン商店が日本における提携企業であり、輸入した製品をマルサンラベル提携品として日本版のパッケージで販売していた。 マルサンラベール定携品の多くでは、説明書は英語表記のままであり、パッケージもマルサンのロゴマークとマルサンラベール定携品の文字が入る以外はアメリカ版に準じたものであった。マルサンはレベルとの提携以前にはレベル製品のデッドコピーをいくつか作成し、国内で販売していた。そのうちの一つが最初の国産プラモデルとされるのをチラスである。 1964年から1977年の期間は、軍勢産業が定型企業であり、国内販売を行った。軍勢版は、組み立て説明書、パーケージとも日本語表示であり、価格も国産キットとほとんど変わらない、低価格とされたため、レベルキットの国内普及に大いに貢献した。ボックスアートやデカールを独自のものとしたバージョンも発売したほか、1、 32のライデン、1、72の塗料や月光、1、144の第二次大戦期シリーズなどの金型を国内で製作し、レベルブランドで発売した。また、プラモデル専用の塗料を独自に開発し、レベルカラーの名称で販売している。軍勢産業を引き継いで、宝が定型企業となり、国内での生産と販売、およびレベルカラーの製造販売を継続した。 パッケージはトリコロールを排した独自のデザインで統一されていた。レベルとモノグラムの合併に伴い、それまでモノグラムの輸入代理店だった長谷川が、レベル製品の国内販売も行うようになった。長谷川も一部のレベル製品を独自でかわる自社パッケージで販売している。ニュージーランドでは、リンカーン、スペインでは、コンゴストが提携企業となり、 自社のロゴマーク入りのパッケージで販売を行っている。ありがとうございます。